はいどうも、ソラです。ということで、今回は関東仕様フレマで、新トランクス使ってもらいたいと思います。使ってみたじゃなくてね、使ってもらう側ですね。で、僕の方はもちろんね、神の木を使っていくんですけど、そう、新トランクスってぶっちゃけどんな強さなのかなーっていうのが、やっぱりレートで当たって、でもまだなんか見えてこないというか、まあ、凸が低い方がまだ多いからなのかわからないんですが、まあ、そもそもね、当たる数もまだまだ少なくてね、そこら辺が見えてこないので、まあ、いっそね、持ってる方に関東仕様でがっつりとね、対戦してもらおうということでやっていきたいかなって思います。僕自身はまあ、普段神の木使うことが一番多いので、まあ、神の木をね、使っていくんですけど、使うパーティー大体2種類ですね。今出てるような、まあ、普通の神の木、まあ、一応ね、復活国が入ってるんで、普通の神の木ではないんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、たまに使っているその復活型のね、やつでちょっと使ってみたいなーっていうのと完全に気分ですね。で、もう一個の形が、紫の縛りベジータですね。このキャラクター。はい、これですね。これで、まあ、トランクス対策できんかなと。おそらくね、セットで、まあ、トランクスとセットとなると、やっぱりホープソードとかだったり、まあ、普通にね、リーダー枠使ったらやっぱりウルトラベジットで出てきたりとか、まあ、踏ん張りキャラが絶対セットできそうな気がするので、まあ、そこら辺にもメイン切れば踏ん張り向こうをつけれたりとかっていう風に、まあ、強めに使えるんじゃないかなと思うので、まあ、トランクスにはめちゃめちゃ圧をかけれるし、踏ん張りキャラにも対策できるしっていうので、このキャラクターを採用したバージョンの神の木と2種類使ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで試合の方に移りますが、良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、どうぞ。はい、ということで、一応後付けになりますが、ご了承ください。お相手は一応ギルドメンバーの方で、未来パの、使われてる方ですね。はい、開幕は早速やられていく。一応ね、大気封印あるからね、強気にタックル行ってみようかなーなんて思ったんですけど、それを読まれて、しっかりと射撃、ぶたれちゃいましたね。で、一応チェンジ入れて答えるんですが、お相手ね、これね、7、8はいるわね。トランクス、まあ、アーマー持ちはいるわね。踏ん張り持ちはいるわでね、ほんとね、めちゃめちゃ困っちゃいますね。はい。で、即跳ねはしてない。で、途中で止められて必殺はなんとか受けずに済むんですけど、いや、これもはや交代回ってないし、どう攻めようかな、みたいな。攻めあぐねてるとこでやられましたね。やられましたね。僕、下手くそなだけですが。はい、ということで。とりあえず、痛すぎるんで、こっちは極みに変えるんですけど、まあ、ここは7、8タイムですね。純粋に7、8にボコられていきます。で、78とトランクスというとね、ほんとね、青きついですね。これ青出さない方が良かったなって思いましたね。ってことで、この後からは結構復活国を使わない形ばっかり流れるかもしれないです。はい。で、さすがにライジングは飛んでこないでしょうっていうところで、一回ワンクッション入れましたが、これ運よくお祈り成功しましたね。で、そのまま強気に気力検証入ってるのでタックル行って、UG と思ったんですが、はい。OKOK。はい。で、ようやくボール回収とかもできるから、とりあえず、カバチン入られない方で切りながら、で、これ結構切ってるので、さすがに、一発入れていいかなと思って、射撃を入れて、また大機。未来版も射撃カバチン結構増えちゃいましたね。前までね、大機カバチンの、なんか鬼みたいなパーティーでしたがね。はい。で、こう、勝ち合う、返される。これ、前ダッシュが入ってなかった。はい。で、タックル見ながら下がる。ちょっと怖い。ちょっと怖い。タックルは被せる。OK。ラッキー。はい。ということで、殴っていくんですが、一応これ、あれですね。ユニークゲージがあとちょっと溜まりそうなので、あえて、ブースト入れずにやってるって感じですね。で、これ、いつまでも削れなくて、下手したらよだめ勝負になるなと思ったので、早いとこライジング打っちゃいました。で、一応、ホープソードも、これで、ユニゲ解放されちゃうし、っていうところなんですが、まあまあまあ、致し方なしって感じですね。うん、こっちの今の編成からすると、このホプソが一番重たいんでね、おそらく。はい、ってことで打っちゃう。もちろん、1まではいく。で、とりあえず回避して、そのまま、ユニゲで、セルフ交代ムーブみたいな感じでやろうかな、なんて思ったんですが、ダメでしたね。はい、で、ここで外される。やられた。見事やられた。これもう終わりましたね、ほんとね。まあ、この瞬間に負けを確信したんですが、まあ、一応ね、しっかりやりましょうということで、まあ、続けてます。うん。で、ちょっとある程度回避もしようかなと思ったんですけど、ダメですね。で、復活悟空、一応全開に乗せしてて、耐久フラグかなりがっつり積んでますが、特殊からの究極でこれだけ受ける。痛い。で、噛み合う。落ちていく。悲しいですね。ここちなみに入れましたが、入った方が良かったかな。いや、なんか結局入って必殺打ってもその交代回らないうちに、メインからの究極だったり、ライジングをまだ打たれてないので、ちょっとそれビビっちゃったんですよね。はい。ということで、タックル回避必殺行きたいおじさんしてたんですけど、残念。ここで、普通にメインから究極もらっちゃう。はい。ってことで、まあ、ここまでですね、もう復活悟空一体じゃあもう勝ちようがないので、もうこんな感じでトランクスにボッコボコにされましたっていう試合でございました。はい、ということで、次は、オールトランクスパー VS、縛りベジータ入りの神の木ですね、ということで、こっちの方は、まあ、キャラパワーと一応その、縛りベジータってキャラこそ連れてきてるものの、ライジング浮きがいないので、それだけ辛いですね。はい。せっかくね、釣れたのにちょっと残念な動きしちゃいましたね。うん、回避するタイミングが遅くて、即圧やるのがリスキーだなと思ったので、攻めれませんでした。はい、ということで、ただここで被せたの大きい。はい、オッケーオッケー。で入ってくで、とりあえずホプソケアでシャイから打つけど、そんな繋がらないから一応変えてみる。いやー、硬い硬い。うん、割との編成見た感じ確かに硬そうではあるけど、にしても硬いで、これで縛り1回使っちゃうので、あと1回はさすがに緑色に取っときたいななんて思いながら、まあ一応特殊もあるので、シャイキも見ながらなんとかやっていきたいって考えながら来たので、しっかりとバチコリ。オッケー。で、お相手、カバチに射撃しかいないので、とりあえずその殴ってしまって、ウルカイ。で、これ連射でつなげちゃう。はい。で、とりあえずまたちょっと様子見なんですけど、ライジング飛んできたらね、こっちはもうモンドメルで一体飛ばされるので、まずいなと思ってたら、はい、ここで台形に釣られると。で、しっかり特殊カバチに向こうからリロードで殴られると。うまい。うん、こうなったらもうライジング飛んできちゃうので、ちょっとある程度なったら、縛りベジータ使いたいけど、落とすんだったら縛りベジータだよな、なんて考えながらやっておりました。で、釣れる。これさすがに怖いから、そのチェンジで回避したけど成功でしたね。で、これまだ縛り効いてるので、あと一発入れて、究極いっちゃいます。2枚吐き究極ですね。はい。この時の相手のトランクス見てくださいね。こっち一応全回避とか乗ってますからね、火力激寄せで。はい。そういうことです。このキャラクターは対策になりません。もうダメです。ガントツトランクス硬すぎる。本当に。これの前にも実は一戦挟んでるんですけど、ちょっと尺の都合でね、そこを入れてなかったんですけど、トランクスね、めちゃくちゃ硬いんですよね。この紫自体ね。まるで削れないんですよ、ほんと。困っちゃいますね。はい、そんな感じで殴っていって、さすがにライジング打てない。はい。で、様子見しながら。こうタックル受けた。受けたけど回避。また受けた。ヒット確認される。はい。ただ、お相手、特殊カバチェン向こう切れてるので、極みしっかり入ってあげる。はい。で、中距離でタックル誘ってみたんですが、さすがにやってこず。うん。射撃とかもないから下手に攻めれない。で、結構回避した後、後ろ下がる方なので、そこはね、もう警戒して二度と釣られんぞムーブをね、意識しておりました。ただ単発は釣れてくれるんですよね。なのでうまく、いけばなんか取れそうなところだったんですが、ちょっとね、結構動きもね、なんか途中途中変えられたりとかしているので、もう攻めあぐねてますね。はい、で、タックル回避したと受ける。痛いね。今のホプソの必殺見ました？威力。僕の紫ベジータが打撃と究極と緑相手にぶち込んだ威力と大体一緒でしたね。はい、ということで。これ2連回避しない読みでそのまま行ったんですけど失敗でしたね。で、めちゃめちゃずらすんですが、束で止められる。回避しないのを見られましたね。で、これ究極行ってもよかったんですけど、変えて回避見て圧行ってみる。回避ライジングだったら終了してましたね。あれ最近レートとかでめちゃめちゃやられるのですごいね、なんかもうビビりまくってるんですが、来なかったらラッキー。とりあえずチェンジでシャイカつなげて、もう一発つなげる。で、ここら辺でカウント考えて、ライジング打っちゃってもよかったですね。なんかもう、明らか時間切れしそうなので、ライジングもったいぶったのちょっと失敗だったなーなんて考えておりましたね。で、回避。なかなか攻めあぐねてる。お相手もアーマーいっぱい、アーマーいっぱいじゃない。アーマーいるし、踏ん張りもいるし。で、こっちもね、極みとかもいるし、で、ライジングお互いにあるから、これ攻めれないんですよね、二人とも。もう何もできんってなってましたね。で、タックル回避したら、そういう無難な動き後で繋げてく。色相性有利受けられるから全然入らん。いや、ライジング当てたいと思ってるんですけど、これ単発良くないですね。これ回避されたら終わってましたね。はい。で、回避。危ない。これ噛み合ったら終了でしたね。まあ、カウント差し詰まってるんでね。で、噛み合うと。はい、最悪でございます。噛み合いましたと。最後の最後でまさか噛み合っちゃったと。はい。で、とりあえずライジングも入っちゃったも仕方ないで読みに行こうと。魂の射撃を選ぶんですが、まあ、ギルメンなんで射撃選ぶでしょうと思ったんですが、選んでくれないと。ちくしょーって思いながら、ここら辺でもう仕方ない、ムダツキベジータが飛ばされます。いや、めちゃめちゃ長いお見合いの末にね、これライジング受けちゃったの痛すぎますね。で、僕の方も何としてもライジング入れたいんで、もうゴリゴリですね。もうゴリゴリ。受けられたー！回避だったらもうさんもライジングいっちゃおうかなと思ったのに、っていうことで、ただギリよだめ勝ちということで、ありがとうございました。いや、トランクス強すぎますよね。はい。ということで、ここからお見せするのはまた別なギルメンさんなんですが、最高順位がもう2桁間近のね、方なので、ちょっとね、とってもね、震えながらやっておりました。ってことで、使ってるパーティーは、最初は僕は1戦目と同じパーティーですね。で、お相手は、ウルベジ根血ですかね。ゴハトラも入っている形でございます。ゴハトラのね、反転が慣れないですね。あんまり相手したことないので。はい。ということで、とりあえず見ながらタックル入ってくれる。射撃から繋げようとして、そのまま行くけど、止められちゃう。危なかった。今見られたらやばかったですね。はい。で、ちょっとさすがに攻めれないなというのが下がるんですが、ウルベジなので怖い。ウイスに変えてしまった。怖い。回避して、そのままさすがに下がるけど、釣れない。で、これちょっとビビりすぎてメイン切っちゃったんですけど、このメインちょっともったいないですね。なんか切る意味あんまりなかったなぁなんて思います。で、もう交代回ってないし、場にないんで、もう、ぶっぱしたら入ってくれてめちゃくちゃラッキーと。はい。で、もちろんアタッカーは極みなので、極みに繋げていきます。はい。で、殴ってって、引けないので、回避を見てやったんですけど、このタイミング。なので、そのまま打っちゃいます。まあ、ドカバキになっても強制勝ちできるんでね、そのまま行っちゃったって感じですね。で、もうここでもう一枚引くと、これは普通の圧であって欲しかったな。はい。で、また回避を見ると思ったんですけど、キダメと噛み合いましたね。ラッキー。はい。で、ここでゴハトラが戻ってくると、ラッキー。で、選ぶのは、これ2枚特殊切った後なので、いくらね、ウイスがいて復活後で引いてきたとはいえ、呼ばれないでしょうってことで選んでみました。はい。ということで、バチコリ飛ばしていって、次はウイス。長い。演出が長い。ゴハトラもね、関東下でも普通に強いですよね。必殺とかも反転して引っ張ってきたりするし、アタッカーにも全然なるからいいキャラですよね。はい、ということでタックルから行く。だからちょっと冷静に。射撃がないからこっちから攻めれないなーなんて思いながら。まあ、最悪カウンターされても極みなら痛くないんで、そのまま単発どんどん投げて釣ろうとするんですけど、釣れてくれない。タックルはそのまま回避してしまう。で、跳ねた見てから単発で止めようと思ったんですけど、なんか遅れて今危なかったですね。で、打撃キャン振ったのがやられてしまう。でもこれウイスに変えたらまずいなーって思って変えれないですね、これ。ライジング飛んできちゃうんで。まあ、それか普通にメインとかで持って帰っちゃうんでね。はい。殴られてく。痛い。はい。で、ここで僕はやらかします。まあ、さすがにね、お相手多分、変えないでしょう読みでそのままね、殴ってくるかなーって思って、ライジングあるんでね、変えないでしょう読みで来るかなーって思って、極みね、何でもカットできるんで、一回カットしてやろうと思ったら、特殊と噛み合ってしまいましたね。やられた。そんなことをやらかしてしまったせいで、ウイスさんが飛んでいくと。これほんと僕下手くそですね。はい。ってことで。こうやってウイスさんが、さよなら。まあ、ただ、よだめアップと特殊大量ドローは残しててくれているので、まあ、それを使ってうまいことやっていこうと思っております。で、メイン見てから一応タックルいったんですけど、これ逆に被せられないからこそ特殊いけないんですよね。被せてくれたら範囲特殊いけるのにって思いながらやっておりましたが、これタックル来てくれたので、早い回避取ってなんとかいけると。ラッキーでしたね。で、とりあえず繋げていって、お相手もライジングもないので、これで攻め放題ですね。で、どっちかというと重たいの、これトランクスの方なので、トランクスもいっぱいダメージ与えておいちゃおうというので、ちょっと早いんですがメイン切っちゃいました。いや、どうなんだろう。ウルベジに取っといて確実に活有利作った方が良かったのか、ちょっとだいぶ怪しいプレイですが、まあ、そんな感じでやってみました。はい。で、タックル回避必殺、そのまま受けられたので、これ飛びましたね。多分飛ばないと判断されたのかもしれないですが、これはちょっとラッキーでしたね。はい。で、メイン経過で、これはさすがにタックルとかいかず下がる。さすがにね、この、ウルトラベジットってキャラクター、まあ、属性振り向こうとかにね、普通に究極ぶち込まれたら落ちちゃうんでね。はい。ってことで、これさすがに、まあ、ほぼ勝ち確の盤面かなーっていうので、確かこの後、降参入るはずですね。はい。ということで、2戦目でございます。2戦目は、こっちは、また、2回目のパーティーと一緒の、紫ビリタ型で、お相手はもう未来ですね。はい。残念。止められちゃう。怖い。超怖いと思いながら。釣れてくれない。タックル勝ち合う。もう一回タックル。そのまま行くけどダメ。ずらして、そのまま入っちゃう。やられましたね。はい、ということで、ちょっとここら辺痛すぎるので、さすがにね、回復できる緑の方に変えておきました。まあ、一応最悪、いや、どうかなーなんて思いながらやってたんですけど、爆速できたらまあ緑の方なのかなーなんて思ったりとか、紫の方ね、一応ね、まあ、トランクス縛って落としにもいけるし、踏ん張り向こうライジングも使えるんでね。で、これ、確かあれですね、僕、普通にダッシュタックルかなんかでやろうと思って間違えましたね。はい、下手くそでございます。で、縛って、とりあえず、まあ、少し、まあ、ライジング早く打てるようにしておこうというので、一回縛り使っちゃいましたね。で、特殊にボールついてるの痛い。で、ここをカウンターできましたね。ほんともったいないことしちゃった。はい。なので、極みで切って、とりあえずボールをちょっと溜めておく。はい。で、釣れない。いや、ほんとね、釣れないんですよね。うちのギルメン。うちのギルメン釣れないんですよ。はい。ってことで、ユニゲカウンター入れてく。そういえば、ユニゲカウンターで、ホプソー、ユニゲたまらないんですね。はい。ってことで、普通にアートもらってしまって入ってくる。で、もう、こうなってしまったら、ちょっと悩んだんですけど、最初ね、ぶっちゃけ緑捨てるつもりだったんですが、紫に変えちゃいました。そしたら、そのまま緑で、ライジング打ってくれましたね。これ、おそらく、カントストランクスの火力をちょっと見せてくれるために、あえてやってくれたのかなと思います。本当に感謝です。で、読めなくて OK ですね。逆にこれ紫ベジータ耐えるか耐えないかとかもね、これ結構重要だったりするんでね、まだ結構割りかし序盤ライジングなので、トランクスの火力次第で全然持ってかれるって感じですね。はい、結果としてはほんとギリギリ耐えたんですが、これ前回アビとか乗っかってなかったり、体力アビとかフラグが若干足りてないだけで持ってかれてるので、全然なんて言うんだろう、持ってかれる可能性も十分あったって感じですね。はい。で、相変わらず緑全く削れん。なのでもう踏ん張り向こうをメインでつけちゃってライジングいっちゃいました。まあこういう使い方は本当このキャラ強いですよね。火力弱いけど。びっくりするぐらい火力弱いけど。はい。ってことで、落とせるか怪しいんじゃないかなんて思ったんですが、しっかり飛ばしてくれると。これは良かった、まだ。はい。とりあえず下がる。回避して、とりあえず極み。回避して極みほんとド安定。で、タックル。安定。で、シュンシュンして、カウンターバチコン。釣れた。さま、あ、釣ると思ったんですが、たまって止められる。で、ちょっとゆらりと行くようなふりして、これ回避したんですけど、残念。で、ラッキー、最速。ただこれもう切っちゃってるんですよね。なので、チェンジして、緑ベジータでワンチャン持ってけないかなーなんて思って殴っていくんですけど、いや、ダメでしたね。これ足りませんでしたね。うん。で、今もう一発入ってたらメインで持ってけたんですけど、さすが分かってません。ギリギリのあと一発のタイミングでしっかり変えられてしまうと。はい、タックルいく。で、これシュンシュンですね。タックルシュンシュンしました。はい、で、お相手これ場に回復しちゃったので、はい、勝ち合う、勝ち合う、回避。やってしまった。ずらし回避と思ったんですが、はい、で、落とされる。もちろん落とされるのはもうさすがに紫でいいかなと思って紫捨てました。で、とりあえず許さねえとして、噛み合う！許さねえとして噛み合う！最悪すぎるはい、殴られていくと。いや、結局78ってキャラクターも強すぎるんですよね。もうこの2人の並びとホープソード、めちゃくちゃド安定だなって思いましたね。はい。で、さすがにちょっと一撃もらっただけでもう簡単に落ちちゃうので、ちょっと怖がってメイン切っちゃいましたが、うん、残念。で、タパタ釣れない。で、これさすがに究極飛んできたら死んじゃうのでと思ったら、これ入っちゃうっていうので入りましたね。はい。ってことで、まあ、そんな感じなんですよ。いや、トランクスほんと強い。マジで強い。で、髪の毛目線でもめちゃくちゃきついですね、あのキャラクター。ウイスにしてもやっぱね、緑、うん、火力出せないし、いや、踏ん張りとかいる分、やっぱり受けの差も作られちゃうし、7、8もいるし、いや、本当にめちゃくちゃ厳しくなったな、なんて感じました。はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか？ということで、今回は貫突仕様でトランクスをがっつり使ってもらって、神の木で対戦してみました。いやー、対策とかね、言いながらね、入れた紫ベジータはもうまるで役に立ちませんでしたね。ぶっちゃけウイスの方がまだいいっていう風にとっても思いましたが、あえてね、踏ん張り向こうをつけれるシーンだけはまあ唯一評価できるかなーなんて感じたりしましたね。うん。で、神の木ってやっぱ、今復活悟空ぐらいしか受け枠がいなくて、まあしかもそれ入れるとなっても結構、まあ無理やりだったり、で、特に未来パー相手になって、ったりすると、78とトランクスとって出てくると、まあ、青がとことん厳しくなったりするんでね。ちょっとそういうので、ほんとね、なんて言うんだろう、個人的に相性めちゃくちゃ悪いんじゃないかなーって、もう絶句しちゃいましたね。でももうボッコボコでしたからね。はい、そんな感じなので、もしね、未来パ使われてる方で、なんて言うんだろう、引くか引かないか悩んでる方とかは、一つね、参考にしてもらえたらなーって思います。髪の毛使ってる方もね、もちろんね、まあ、こんな感じでね、相当辛くなってるので、まあ、対策にね、なんて言うんだろう、編成ちょっと見直してみるとか、っていうのもね、一つありかもしれないです。今後ね、それこそこのキャラクターの凸がみんな上がってきたあたりとかはね、ほんとめちゃくちゃ怖かったりするんでね、そんな感じで参考にしてみてください。ということで、今回この辺で終わりたいと思います。良ければ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。